牧内博之は日本の外交官、ドミニカ共和国中殺特命全権大使、外務省中南米局中米カリブカ地域調整官、在バルセロナ総領事などを歴任した、長野県出身の外交官である。1980年に法政大学を卒業し、外務省に入省。スペイン語圏の各国大使館における初期官、三時間、 および在バルセロナ総領事を経て、2016年7月19日から、ドミニカ共和国特命全権大使、長野県飯田市出身。長野県飯田工業高等学校の機械化を経て、法政大学の第二部分学部にて学んだ。大学卒業後、外務省に入省した。2018年10月9日、サントドミンゴ地区教員人材育成学院にいて、 東京理科大学特任副学長、秋山ひとしと1990年代に外務省国際エネルギー以下にて石油を中心としたエネルギー問題を担当し、ソ連邦崩壊後のタジキスタン、カザフスタンなどの多くの中央アジア諸国、及びロシア連邦内のサハ共和国などに数回赴き、国際エネルギー機関等とともに対ロシアエネルギー調査、協力を実施。 本省勤務においては、2012年から経済連携協定交渉官として、特にコロンビア共和国との EPA 協定交渉を実施。上記以外は、スペイン五諸国勤務を中心に、日本の政府開発援助を活用した、経済、技術協力や二国間外交関係の強化に努めた。在バルセロナ総領事として在任中の2015年からは、 ラテンアメリカの多くの課題克服のためには、数学とサイエンスを通じた、論理、合理的思考力の強化が必須との問題意識のもと、数学、サイエンス強化活動を行い、特に、秋山ひとし東京理科大学教授とともに、ラテンアメリカ、カンズく、ドミニカ共和国における、数学振興活動を実施。 在ドミニカ共和国大使として在任中の2017年11月29日には、秋山仁志教授及び東京理科大学の協力を得て、サントドミンゴ市の通信博物館に、ラテンアメリカ発の楽しく学ぶ数学博物館をオープン。現在ドミニカ共和国においては、上記数学振興活動の傍ら、同国の産業、観光発展のため、日本の強みである。 品質管理、生産競争力向上や2020年までに大日外国人観光客4000万を目指す日本の観光努力に関わる講演活動を積極的に実施。日本では大学などにおいて講演会を行っている。2018年10月1日、ドミニカ共和国にて東京理科大学特任副学長、秋山ひとし教育大臣、 アンドレスナバロト HTTPS ミターゴブルー FJG コンシーデラメディオアンビエンテアリアドツーリズムありがとうございます